島島駅は長野県東地区間群畑町前淵にあった松本電気鉄道上高地線の駅である。かつては上高地線の終点駅であり、上高地方面などへのバスが駅前から発着していた。しかし隣の赤松駅が1965年に安ず佐川三ダム工事の資材運搬拠点となり、さらに翌1966年には、 バスターミナルが整備され新島島駅と解消された。あとは新島島駅間の利用者が減少した。さらにこの区間は1983年台風による土砂災害で普通となり、そのまま翌年末に廃止、駅舎は1988年春に解体された。駅舎跡地はバス展開所として使用されている。ホームのあった場所は付け替えられた国道上である。 駅舎解体後1 3トルほど離れた新島駅の向かいに旧島島駅の駅舎を再現した畑町観光案内所が建設された。1921年10月に部分開通した千曲鉄道は1922年9月26日に島島駅まで延伸開業して全通した。鉄道免許は安佐川上流の龍島まであったが、 着工することはなく、島島駅が終着駅となった。北アルプス登山や上高地、乗倉高原観光への出発拠点駅としてにぎわった。駅は前淵にあったが、当初から島島駅と名付けられた。安住村島島の登山基地としての当時の知名度の高さと山岳観光の入り口としてのイメージから命名されたものであろう。また、 地球間鉄道に与えられていた免許区間は、あずさ川を挟んで、島々集落と向かい合う、流島までだったが、工事上の指南差から建設は断念された。観光客、登山客の増加に伴い、周辺に平地の少ない、この駅では、これらの乗降、乗り換え客に対応するバスターミナル用地の確保が困難であり、旧若松駅にこの機能を移すことにして、 バスターミナルを新設、1966年10月1日に旧若松駅を新島駅に改称し、島島駅は無人駅になった。1983年9月28日に台風による土砂災害のために線路上に砂礫が堆積し、運行が不能、復旧工事をすることなく、そのまま1985年1月1日に正式に廃止となった。 一面二線の島式ホームで、校内踏切を渡って、ホーム端から出入りする構造であった。このほか、側線一線を有していた。登山車らから取り壊された島々駅の復元を望む、声が強く、1991年に、当時の旗町が、松本電鉄に保存されていた図面をもとに3500万円をかけて、新島駅向かいに、畑町観光案内所として、新築。 出殺口や待合室など当時のままに再現した。旧駅舎を移設保存されたとする書籍や情報が散見されるが、前述の通り1988年春に解体、取り壊されており、この建物は島々駅の復元建築である。復元にあたり、駅舎の一部の建材は流用されている。1階は観光案内所と特産物直売所として、2階は ギャラリー、または、工芸品作業所として使用されていたが、2016年4月1日に、共用廃止された。実際は、毎年冬季閉鎖されていたので2015年秋頃に、終了。駐車場は、新島駅パークアンドライド駐車場として、使われている。ABCDE シナの毎日新聞社出版部、長野県鉄道全駅造法改訂版、シナの毎日新聞社。 2011年7月24日、304ページ。ISBN 9兆7847億8407万1647。ABCD、あず村む第3巻歴史家あず村、1998年3月、548ページ。AB、シナの毎日新聞1991年7月15日、26面。AB、 市民タイムズ1991年7月16日、2面。a b 6旧島島駅舎。市民タイムズ2020年4月5日閲覧。a b 旧島島駅舎。街空間プラス。マイマップ2020年4月5日閲覧。ABCD 松本電機鉄道株式会社社市、編集委員会、初行マイナス80年の歩み松本電機。 鉄道株式会社2000年3月昭和の終着駅北陸新越編 P132 から133写真で綴る昭和の鉄道施設西日本編株式会社猫パブリッシング旅と鉄道2014年11月号終着駅から始まるバスの旅朝日新聞出版昭和の終着駅北陸新越編交通新聞社 松本市施設カルテ2020年4月2日、閲覧。ありがとうございます。